令和3年度行政書置試験を受験された皆様どうもお疲れ様でしたこれから令和3年度の行政書置試験の公表を始めたいと思います30分程度で,ですねお話をさせていただきますお話をいたしますのはレック専任講師の日高と申しますどうぞよろしくお願いしますはいまずはですね先ほども申し上げましたが本当にあのお疲れ様でした今年の試験お受けになった方 どういううい感想を持ちででしょうか、まあ、人それぞれぞすね思ったよりも簡単だったとかあるいは逆に予想以上に難しかったという方もいらっしゃると思います。で、まあ、昨年と一応比較してという話になりますけれども昨年度の問題と比べますと、まあ、今年の問題ですね、まあ、こちらにこの令和3年度行政書士試験問題ですね。これはあのスタッフが 受験して実際、受験して持ち帰ったものをですねコピーしたものですけれどもまず表紙をお見せしますとこれ皆さんもですねお手元に同じ冊子があるかとは思います。で今年の,その試験の全体的な傾向といたしましては令和2年と比べますと比較的やや難しかったのではないかということが言えると思います。ででは科目ごとにですね ざっとその公表といいますか、まあ、あの講師としてですね見た場合の雑感といいますかそういった感想を見えたものをちょっとお話ししていきますがまず問題一番問題二番は例年通り基礎法学の問題ですで問題一番はいわゆる刑法の論点といいますか刑法に関する知識が問われているというものですから、まあ、これは まあ、その準備していなかった方はもう前後の文脈から文章理解の要領で解かなければいけないという問題でしたですからこれはあの知識の有無で解くというよりもむしろその文章理解の要領で前後の文脈からどの言葉の方が適当なのかという観点から解いていくべきものというふうに割り切っていただければ結構です。 でもしどうしても解けないという方は、まあ、どうすればよかったかというと、えー、この問題まず後回しですね。で問題2番の方が比較的オーソドックスな問題が出題されております。えー、これは解きやすい問題ですから、まあ、問題2からまず手をつけた方が実は結果的には、えー、よかったということが言えます。実はは同じような傾向が他の科目でもでもも、ね、当てはまるんですけれども 次の問題3から問題7番がいわゆる憲法の問題ですで問題題でです3番ががこれがインフルエンザウイルス感染症まん延防止のためうんぬんとありましていきなり、これはあのワクチンの接種ですね予防接種したところその副反応によって死亡した X の遺族が損傷請求訴訟を提起したというもので、まあ、憲法解釈論の例として妥当でないものはどれかというですねつまり えー、どの学者もあるいはどの裁判所も、えー、唱えていない、えー、見解、これを探させるという意味で非常にこれあのハイレベルな問題が出ております。問題3番は,、えー、これはあの行政書試験の問題として出ておりますけれどもこれが仮にあの司法試験であるとか予備試験ですね、まあ、こういった試験で問われていても全然不思議ではないというレベルの問題が出ています。 ですからこの問題はもう落ととしてて当たり前と考えてください。ですから問題3番が解けなかったからといってそこであの後悔する必要は全くありません。でこのように各科目の冒頭にちょっと難しめの問題を置いてでちょっと時間をかけさせてしまうとだからこれおそらく問題1番から素直にです、ね、解いていった方は問題1番だとか問題3番のところでかなり時間を費やしてしまって。 で後がですねどんどんこう時間が押してしまうという傾向になったかもしれません。そういう方もいらっしゃったと思います。ですから今回あの皆さん時間が余った方は結構ですけれども、時間がちょっと足りなかったという方もま少なくないのかなというところになります。でちなみにあの先に申し上げておくと文章理解の問題は比較的簡単でした。 ですから最後のその3つの文章理解の問題これを確実に3問取るということが今回はですね合格のための必須要件だったということが言えると思います、まあ、これはまだ結果出てませんのであくまでもその試験直後のその感想ということになりますけれども最後の3つの問題をきちんとですねやっぱり取ってほしかったとこれはあの後で一般知識にも少し触れますが一般知識もですね決してあの優しい問題ばかりではありませんでした ですから、その意味では最後の3つの文章理解はなるべく確実に取っておきたいという問題であったということになります。で、憲法の問題に戻りますが、例えば問題4番は捜査とプライバシーに関する判例知識だと言われていまして、プライバシーだけであればですね、比較的、まあ、あの勉強されている方、多いところだろうと思います。例えば番番番のの選選択択肢肢とか4番の選択肢4番オービス に関すする問題ですけれども、まあ、これらの選択肢に関しては事前の準備によって対応できただろうということになりますがただあのそれ以外の選択肢ですね2番3番5番 5番の選択肢は最近有名な最高裁判決が出ているところなんですけれどもただあの、まあ、これはですね、おそらくあのレックもそうですが他の予備校のテキストなどにもおそらく載っていないだろうし、まあ、そこまで触れているという講師もですね、なかなかいなかっただろうというところですからおそらくこの問題はちょっとあの難しかったのではないかとだから問題3番問題4番と連続で落としても仕方がないというふうに割り切って考えて結構です。 で問題5番もこれも決して優しくありません、これは砂川神社事件というですね有名な最高裁判決があるわけですが、これとあとはですね、まあ、例えば、孔子病事件という事件もあって、これ、類似事件なんですけれども、こういったあの最高裁判決をきちんと読み込んでいたかどうかで、まあ、あの解けたかどうかが分かれてくると。 で結局、最高裁の判決をどれだけ丁寧にですね検討していたかでこれはできたかできなかったか分かれるという問題ですからこれもちょっと落としてしまうという方いらっしゃったかもしれませんその意味では今回、ですね憲法の人権の問題いずれも難しかったということが言えます人権全滅という方もですね珍しくないだろうと思います。 で問題6番、問題7番はこれは比較的解きやすい、まあ、特に問題6番ですね問題6番はこれは憲法41条の解釈をきちんとです、ね、理解していれば、えー、速やかに解けただろうという問題です。問題7番がおそらくです、ね、この「レファレンダム」などというその政治学用語ですねこういった言葉に慣れていないと、まあ、これはやはり えー、ちょっと戸惑ってしまうという問題かもしれません問題7番に関してもこれも、えー、知識だけで解こうとせずに前後の文脈から、えー、おそらくこの言葉が入るだろうと推測をしながら解いていく問題ということになりますその意味であの基礎法学の1問目と、えー、同じ傾向にあるものということになります 問題8番が法の一般原則に関わる最高裁判決に関する問題ですがこれはあのおそらくですね、えー、間違ってしまったという方は多かったかもしれません行政法のトップバッターであの最初の問題で、えー、かなり難しめの判例の知識を問う問題が出ております、えー、一つ一つの扱われている素材になっている判例自体はそれほどあの高度なものは扱っていないんですがただあの半紙をきちんと正確に理解できていたかどうかで、えー、ごその 解けたか解けなかったかが分かれてくるとそういうような問題になっておりますまあ、難しかったかなという問題ですねで問題9番は行政裁量に関する問題ですがこれは比較的オーソドックスな問題でここはぜひとってほしいというところになります問題10番の行政立法の判例問題これはあの比較的優しいですねえここはぜひとって欲しかったという問題になりますで問題11番 意見公募手続きに関する条文知識が問われている問題ですがこ,れこの行政手続き法の問題今回、問題11番12番そして13番と3つ出ておりますけれどもこれらは正確な条文知識があれば確実に解けたはずの問題ですからこの3つに関しては何が何でもですねぜひとも取ってほしかったというところになります。 で行政府副審査法の問題に関しても問題14番、15番そして16番と3つ出ておりますけれどもこれも、まあ、平均的なレベルといいますか例年通りの傾向の問題つまり条文知識のみを問う問題ということになります。 まあ、再調査の請求に関するその順用規定ですね、えー、再調査の請求において、えー、審査請求の規定がどれぐらい順用されているかについて、えー、きちんと知識をですね、えー、ストックしておかなかった方は、ちょっと問題15番で、えー、間違えたかもしれませんが、できればこれはもう条文問題ですから、えー、全部取ってほしかったところということになります。問題17番は行政事件訴訟法の条文問題で、これはもう基礎知識です、えー、これはぜひとも取ってほしかった。 というところですね、えー、いわばヒントがあるわけですから選択肢の中にヒントがある、えー、要は、えー、空欄ランから O までの中で、えー、例えば重大な損害なのかあるいは償うことのできない損害なのかっていうことを選ばせるタイプの問題ですからこれはもうヒント付きということを踏まえて考えるとこれは是非ですね、えー、正解してほしい問題としかもあのなるべく時間をかけずにですね正解してほしい問題だったということは言えます。 問題18番もこれも取消訴訟におけるです、ね、訴訟参加の知識などが問われている問題ですけれども条文知識のみで解ける問題ですからぜひです、ね、これも正解してほしいという問題になります問題19番が原告的格に関する判例知識を問う問題ですがこれも基本判例からしか出ておりませんのでここはもう非常に優しいですねレベルとしては優しい問題 もしこの問題19番が解けなかった、あるいはその難しく感じた方は、これは判例の知識がです、ね、十分に身についていなかったというふうに考えていただければ結構です。問題20番、問題21番、ですねこの2つが国家賠償法の問題ですが、今回、ちょっと問題20番で少し変わった傾向の問題出ておりますけれども、ただ、内容的にはです、ね、それほど難しいものではありません。 これもだから知識がなければ文章理解の要領で前後の文脈をきちんと考えていくで、えー、皆さん、失火責任法が、えー、国家賠償法一条にあの、まあ、当てはめられる適用されると、えー、その失火責任法の規定が、えー、まず国家賠償法4条の、えー、民法の規定に当たるだから、えー、その重故意または重過失という規定が、えー、これがその適用されるんだという知識ですね。 それはもう最低限持っておく必要があってそれがその最低限の基礎知識があればどの言葉が適切なのかということはスムーズに選択できただろうとそういう問題になります。問問題題番規制権限の不公使の不でこれも えーまあ、手前味噌で恐縮ですがレックのです、ね、合格講座の講義録にはこれすべての判例が載っておりましてでそれをきちんとマスターしていればこれは難なく解けたという問題ですその意味では,、まあ、これはあのレックのです、ね、合格講座という講座を基準としてお話をして恐縮ですが、えー、合格講座レベルの,です、ね、そのテキストそして講義をきちんと聞いて解,いていけ,解,解けばこれは確実に解けた問題 でこれ必ず正解してほしい問題ということになりますはい問題22番問題23番そして問題24番のこの3つが地方自治法の問題です地方自治法の問題もこれもちょっと迷うところあったかもしれませんが基本的な条文知識しか問われていません 特にその公の施設というのは非常に頻繁によく出るテーマですね、ですから公の施設の問題などはきちんと解いてほしかったし、あとはあの町と議会の関係も非常に重要です、要はあの不信任議決ができて、で解散ができてと、でその流れはどうなっているのか、要件はどうなのかというところをきちんとです、ね、押さえておけばよかったという問題ですね。 えーまあ、いずれにしても条文知識正確な条文知識が要求されるところになりますので地方自治法はとにかく、えー、条文知識を抑えるというところに徹してください。で問題25番は、えー、墓地埋葬法、えー、墓地埋葬に関するその通達につい、えー、関するです、ね、問題が出ておりまして、えー、これも、えー、墓地埋葬法のに関するその有名な墓地埋葬通達事件 この昭和四十三年十二月二十四日の最高裁判決ですけれども、この知識がですね正確に身についていれば、これは難なく解けただろうという問題になります。まあ、通達は放棄ではないというですね、まずそれが大前提ですから、そこで。 えーまあ、あの足の1番とか2番はもう消去できるというふうに、こういう要領,要領で解いていけばよかったものということになります。ですから、この,この問題、もし落としてしまった方は、やはり、えー、まだ行政法のです、ね、判例の知識が十分ではなかったと、えーまあ、これはあの振り返りとしてはです、ねえー、もっとあの判例を勉強すればよかったというところになるわけです。<laughs> 問題26番、公立学校に関する問題ですが、最近、その学校に関する問題というものが、行政書試験で何度か問われています。まあ、近年でも、この学校に関する、学校における法律関係に関する問題ですね、えー、というテーマで出題されておりますので、まあ、教育行政という分野ですけれども、ぜひ、そういう観点からテキストなどをです、ね、きちんと読んでおいていただければ、これは確実に解けただろうと。まあ、あの扱われれている判例そそののものはそれほど、 えー、細かいものあるいはそのマイナーな判例ではありませんいずれも有名なものばかりですはい、えー、問題27から、えー、民法になりますがこれあの最初にも申し上げたとおり各科目の冒頭にかなり難しい問題を置いてあえて時間をかけさせるというそういう戦略を今回、えー、行政書士試験の試験員が取っています まあこれ意図的なのか偶然なのかはちょっと分かりませんがただあのまあ見事なほどにですね基礎法学もそうですし憲法もそうだし行政法もえ最初の問題がかなりあのまあ長文の問題でなえ難しめの問題であるとで民法もそうですこれ意思表示の問題はこれは条文知識が問われているといえばもうそれまでですけれども。 ただあの民法の規定および判例に照らしてあってまあ判例知識としてはえ例えば選択肢の1番ですねこのえ内容証明郵便が不在配達数値不在でえ配達されたというケースにおいて果たして一生児の到達が認められるのか認められないのか とということが問題になった判例があるわけですが、まあ、こういった判例に関してはおそらくですねそこまで学習している方は非常に少なかっただろうと思いますのでその意味ではこの意思表示の問題はもう落としても仕方がないと、まあ、条文あの正解出すだけであれば条文知識だけあれば正解は出ますけれどもしかしあの一般の受験者の方にとってはこれかなりハードな問題だったということが言えます。 で問題28番が住所・居所を去って行方不明になった場合とありましていわゆる不在者に関する問題そして不在者に関する問題に関連して失踪宣告という制度がここで問題となっているわけですが、まあ、失踪宣告の基礎知識だけで実は正解できる問題ですから、まあ、不,在者の不在者に関するその財産管理制度そのものを知らなくても実は正解の選択肢をいわば一本ずりで正解できるという問題だったんですね。 その意味ではこれ、えー、失踪宣告に関する基礎知識だけで正解できた問題だからこの問題はちょっと頑張ってですね、えー、その正解の選択肢を一本釣りで、えー、正解してほしかったとそういう問題になりますただ、えー、他の選択肢に惑わされてしまって、えーまあ、間違えてしまったという方もいらっしゃるかもしれませんで問題二十九番これ物件的請求権に関する問題ですがこれは正直あの難しい問題、えー、です の物件の一問目ですけれども、えー、おそらく、ですね、えー、例えばあの選択肢の2番なんかであ、これ見たことある判例に近いなと思って、あの2番を正解にしたという、あのまあ2番を回答したという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、これもちょっと引っかけなんですね、平成6年の再犯その,、ま、そのものの事案ではないので、えー、これは正解ではないということになると。<laughs> で問題30番、留置権の問題ですが、これも留置権に関するです、ね、あの判例知識、あの留置権に関する判例というのはあの数が少ないんですけれども、あ有名、あの重要判例ですね、数が少ないんですが、その数少ない判例知識を正確に押さえておけば、実は正解の選択肢を一本ずりで正解できたという問題、まあ、あの今年の民法に関しては、正解の選択肢を一本ずりで正解できるという問題がいくつかあって、 ただ、その問題はですね結局、他の選択肢で迷ってしまうとあの、まあ、間違えてしまうという結果になるわけです。ですから、まあ、そ,その意味ではやはりかなり、えー、ハードルが高いというか、えー、ある意味、ですね受験生泣かせという問題であるということが言えたかもしれません。はい、えー、失礼しましまたで問題31番がこれは債権総論の問題ですが ちょっと複雑に事例を設定しているというものになってまして、まあ、幸い組み合わせ問題になってますが、まあ、この問題はかなり時間をかけないと、正解にたどり着くことは難しいのではないかと、まあ、その意味では決して優しい問題ではありませんでした、これも落としてもしょうがないのかなという問題です。<laughs> はい、それに対して問題32番は、これはいよいよですね債権の改正点が真っ正面から問われたという問題になります。 債権、まあえー、者代位権に関しては特に重要な改正点というのがあってこの選択肢でいうと4番と5番のところですねこの4番5番のところがまさに重要な改正点であり実はそこが正解に関わっているというところでもあったわけですですからこの4番5番のところの改正点を知ってた方は正解できた知らなかった方はちょっと残念な結果になったということになると思います。 問題33番もこれは売買契約におけるいよいよ出ました契約不適合責任ですねただ契約不適合責任の問題を出してくれたのはいいんですけれどもあのいきなり誤っているものの個数を聞くというかなり、えー、そのハードルを高くしてですね正解へのハードルを高くしている問題ということになりますで、えーまあ、結,あの結論というか正解だけを申し上げるとこれ4つと。 いうことになるわけですが、えー、どれとどれとどれとどれが誤っているのかということをですねやはり正確に理解しておく必要があるという問題ではあります、えー、ただこの問題でやはりあの引っかかってしまったという方もまあ少なくないだろうと思われますのでまあその意味では今回改正点を出し,出してくれたのはいいんですけれども、えー、ただあのちょっと難しめだったなと、えー、かなり難しかったなとそういう傾向にあります はい、えー、そして問問題題番でですすが、えー、不法行為の問題ですこれは比較的優しかった、えー、ここ数年間不法行為に関する判例知識の問題はかなりあのレベルの高い問題あのちょっと、えー、一般の受験者の方が知らないような判例から、えーまあ、こういったものを素材としている問題が多かったという傾向にあるわけですが、えー、この問題は比較的、まあ、オーソドックスな判例から取材しております。 とはいえ、やはりあの不法行為に関する判例の知識がないと、やはりあの正解はできなかったという問題ですから、その意味では、ですね、この問題34番、これもちょっとえ難しく感じられた方もいらっしゃるかもしれません。問題35番も、これも改正点なんですが、ただ、いきなりえまあ難しめの事例問題で出題しております。いわゆる配配偶偶者者居居住住権権ですね。だとか、 まこ、あ、あの配偶者による相続に関連する制度が問われているもの,ものということになります。<laughs> はい、いまあ、条文知識の問題ですが、まあ、いきなりあの改正点がしかもあのかなりむず、えー、難しめの事例問題で、えー、聞かれているということになりますので、まあ、ちょっとこれも、えー、正解できた。できなくても仕方がない問題かなということになります。 まあその意味では、今回ですね。民法が旧問中のまあ半分以下、例えば四問とかぐらいしか取れなかったという方も少なくないだろうと思われます。問題三十六番から四十番までが、いわゆる商法・会社法ですね <laughs>。問題三十六番が、この中では比較的解きやすいというか。これは、いわゆる、<laughs> この絶対的証行為は、どれとどれですか、ということを聞いている問題ですね。 でその営業的商行為に当たるか当たらないかというところで、まあ、判断をしていくということになるわけですが、えーまあ、例えば、えー、その A のですね賃貸して利益を得る意思でレンタル用の DVD を買い入れる行為とありますけどこれは投機対策と言い,いまして投機対策はこれは営業的商行為です投機購買、投機売却ですねこれは、えー、絶対的商行為。 だからこのあたりの絶対的証行為なのか営業的証行為なのかという区別ですね。そこで正解できたかどうかが分かれたという問題になります。問題37番も設立に関する条文知識を問う問題です。設立の問題というのはこれはあの毎年のように出題されてますので十分にその設立のま例えば皆さんお使いのテキストですねの該当箇所をきちんと読み込んでいた方は正解できた。 ただ、えー、ちょっと、えー、会社法をです、ね、全く勉強してませんでしたという方にはあのかなりです、ね、ハードルは高かったのかなという問題になります。<laughs> はい、でそれに対しましてあの問題38番の,、えー、この株式質ですね、えー、これは株式を質入れするっていう、えー、行為に関する問題ですが、これはあのもう非常に、えー、難しいというか、これはもう落としても仕方がない。むしろ、えー、もうこれは、 あの適当にどれかを選んでつけざるを得ないという問題です。ここはあの頑張ってですね解けるレベルまで会社法を勉強しようというのはちょっと間違った方向の勉強ですからこれはむしろ落としてもあの良いと、まあ、あのいわゆる捨て物と呼ばれるものですね。で問題39番はあの社外取締役社外監査役に関する問題で実はあの令和元年の改正点が早速出ているという問題になります。まあ、その意味ではちょっと改正点を あの十分学習していなかった方にとってはちょっと難しかったのかなという問題ではにはなります。まあ、えー、令和元年の改正点をご存知の方はこれも解けただろうという問題ですね。で問題40番はこれあの計算の問題が出たんですが、えー、常有金配当ですね、えー。これは非常に細かい常温知識を問う問題になっていますのでこれも落としても仕方がないという問題です。 まあその意味ではですね、今回問題三十六と三十七が取れてれば十分かなという。まあ、五問中二問ですね。取れてれば十分だろうという問題になります。<coughs> ここまでが、あの、法令の択一問題ですけれども、法令択一,一に関しては。まあ、全体的に。 まあ、行政法がが比較的解きやすい問題が多かった特に行政手続法とか行政不服審査法ですね、えーまあ、あと国家賠償法も比較的、えー、オーソドックスな問題が出ているというものですから、えー、こういうオーソドックスな行政法の択一問題をきちんと取り切るということができたかどうかですねそこがおそらくは、えー、ポイントになってくる、えー、と思いますですから、えー、こういったあの取るべき問題を落とさないということが重要ですね。 で今回、問題41番から43番のこの多執選択式は、これはあの、まあ、問題41の憲法の多執選択はちょっと難しめですけれども、ただそれ以外はあの行政法に関しては、これはあの一見すると、まあ、あの新型コロナウイルスの感染症防止対策。 にに関する問問題題とということで非常にあの時事的な問題タイムリーな話題が出ておりますがただこれはのきちんと行政放送の,の基礎知識をですね身につけていればスムーズにこれは補充できただろうという問題ですから比較的解きやすかったのではないかとまあ難しくはないという問題です。問題43番に至ってはこれはの過去何度も試験出ているものが、えー まあ今回他選択で出題されたというものになりますこれは建築士の免許取り消し処分に関する訴訟ですねあの取り消し訴訟でそこであの処分基準公開されている処分基準に照らして適切な処分をしたかどうかでその手続き上の違法性があるかどうかを判断せよとそういう論理展開がされているわけですが。 ただあのキーワードにあたるものはこれも手前味噌、えー、になって恐縮ですけれども、えー、行政書士、えー、そのレックのですね行政書士講座、えー、合格講座の講義録には、まあ、この判決文がきちんとですね、えー、まああ,のあまり、えー、省略せずにかなり長めに、えー、掲載されていましたのでこれをきちんとチェックしてキーワードをマークしたりしてチェックして覚えていたらこれはスムーズに解けただろうという問題になります。その意味でではは今回あの多種選択式はでき,できれば 全問正解ただ憲法で落としてしまうことは仕方がないというタイプの問題になります、はい、今回は記述式の問題はあの比較的解きやすい問題が多いという傾向にあります、えー行政えー、まず問題44番行政手続き法の条文知識を問う問題で45番と、えー、がいわゆる債権譲渡における譲渡制限特約あるいは譲渡制限の意思表示ですねに関する、えー、知識を問う問題 まあ、条文知識ですねそして問題46番は土地工作物責任というその不法行為の一種ですね特別特殊的不法行為の制度ということになりますこの3つのその条文知識が問われていたとあのいずれも条文知識を問う問題で、まあ、比較的解きやすい問題が多かったと。だから えー、法令の択一で、えーまあ、あの思ったような点数があの取れていなくても、まあ、記述問題でなんとか挽回できただろうとそういう、えー、傾向になっておりますので、えー、記述もしあの十分書けなかったとか空欄のままあの出してしまったという方はちょっと、えー、ここはもう記述対策もですね、えー、怠らないようにしていかなければいけないということが言えます。<laughs> はいえー、問題47番以下が、えー、一般知識等ですが一般知識等は今回です、ね、非常にあの時事問題に偏った問題が出題されているとあるいは、えーそのえー、令,和令和3年の,そのイベント例えばオリンピックですね、えー、こういったオリンピック大会と政治に関する問題であるとかあと新型コロナウイルス感染症対策と政治に関する問題などが出ておりますが。 でえー、これ、問題解いていて、お気づきになった方いらっしゃるかもしれませんが、えー、例えば問題48番の足の5番ですね、選択肢5番ですけれども、えー、これは、えー、まん延防止等、えー、重点措置が導入されたが、同措置に関,連する関する命令や過療の制度化は見送られたとありますけれども、えー、過量ですね、過量の制度化というのはなされています。これはあの実は実問題42番の 教授と学生の対話の中にヒントが実はあったわけですね最終的には過料を設けましたよと過ち療という制度を設けましたよというそういう空欄補充の回答欄があったわけですからそうするとですね問題42をきちんと読んでいた方は48番を見て選択肢の5番は誤りだとすぐ気がついたということになるわけです、まあ、こういうちょっと取材する側もですね えー、まさかの法令の問題と、えー、その一般知識の問題で、えー、ちょっと重複があるということをです、ね、あの想定してなかった、えー、と思われるところがありましてこれはあの取材者側のいわば、えー、不手際ということになるわけですよねあの試験委員の方の、えー、不手際ということになりますがただまあ皆さんそれはそれでラッキーだと思って、えーまあ、問題48番は、えー、足の5番は間違ってるっていうのはもうすぐわかると、えー、そういうヒントとして使っていただければ結構です。 で問題49番がこれが例の日本学術会議の問題に起因して公的役職の任命に関する知識を問う問題ですがもちろん学術会議の問題だけで一問作っているわけではないのでその他のその役職ですねこれ誰が任命するんだっていうところをそこまで押さえておかなかったら実は解けなかったという問題です。 ただの、検事総長とかっていうのは、かなり話題にもなってましたあの、一時期ですね、話題になってましたので、そういったニュースをですね、きちんとチェックしていた方は、あ検事総長は内閣総理大臣じゃなくて、法務大臣だなっていうことが、えー、速やかに分かれば、ですね、えー、これは迷わなかったと、と、まあ、正解できただろうという問題になります。<laughs> はい、問題50番もふるさと納税というものが一体何なのかということがですね分かっていれば、まあ、解けた方も多かっただろうという問題です逆に言うとふるさと納税という制度は聞いたことあるけれども、えー、これほ本当に税金を納めるんだと思っていた人はちょっと間違った引っかかったという可能性があるものですね、えーまあ、つまりふるさと納税って納税とはついてますけれどもこれ <laughs> 内容的なこれ実質的には寄付 まあ実質的というか法的にには寄付にあたるわけですですからふるさと納税というネーミングだから誤解を生じやすいわけですが決して納税しているわけではなくてこれ寄付をしているに過ぎないわけですでその寄付金の額の一定額がいわゆる税額控除ですねに反映されるというものになっているわけですですからふるさと納税という名前だけで考えていくと一見すると他の自治体に納税しているように見えるけど実はそうじゃないというところがポイントだったわけですね <laughs> まあこれもあの時事的な話題そして社会常識に属するものが問われているとで問題51番は国際収支に関する問題です。が あの例年通りの,そのいわゆるマクロ経済学の用語などを問うというものではなくて実質的なそのケーススタディというか例えばこの場合はマイナス形状とかこの場合プラス形状だということをあの判断させるという意味でちょっとこれ難しい問題ですね、まあ、行政書試験の一般知識対策としてはそこまではですね通常やってませんのでちょっと難しかったかなという問題です。 あの公務員試験の対策としてはこういった問題もあのしばしば出るわけですけれどもただ行政所試験の問題でこういう、えー、こういうケースはマイナス形状だとかこういうケースはプラス形状だという問題は未だかつて出ていなかったものですから、えー、その意味ではちょっとこれはあの落としても仕方がないという問題になります。<laughs> はい、エネルギー政策も,あのもう最近のいいわゆる脱脱原発ととかか炭素ですね、えー、という観点からこれは非常に えーまあ、重要な時事的なトピックということになります。<laughs> 問題53番先住民族もそうですね、これはあの先住民族の問題と次の問題54番のジェンダー、セクシュアリティの問題、これはあのいずれもいわゆる SDGs に関わるものということになります。まあ、その意味ではエネルギー政策もこれも SDGs SD ですね、えー、持続可能なあその開発目標、えー、こういったものに関わってくるものが、えー、今年は出題されていると。 ジェンダーの問題あのセクシュアリティの問題が比較的解きやすかったかなという印象ですが先住民族はこれあのマオリとアボリジンが逆だとかという知識はですね、これは純粋に知識がないとなかなか解けないという問題でしたのでその意味ではちょっとハードル高かったなという問題になります。<laughs> 問題55番もこれ今までの通信の問題とはちょっと傾向が変わっていて えーまあ、あの顔認証、顔認識ですね、こういったものの知識を問う問題ということになります。ただ、これも文章理解と同じように、空欄の前後で考えていくというふうにその解いていって、まあ、正解できた方もいらっしゃると思いますので、まあ、これは一問ですね、ここで取っ,ている取っているとやはり大きかったのかなという問題になります。<laughs> 問題56番がその自,動車自動運転ガイイドラインに 定められたその自動運転化に関する次の規則のうち妥当でないものはどれかという問題なんですが、ただこれあの三番の選択肢見ると安全運転についてもシステム側が完全に主体となるとも言い切っているので、ちょっとこれはおかしいんじゃないかというふうにあのそこで疑う必要があるわけですね。ですからこのレベル3のところでもうすでにあの完全にシステム側が主体というのはちょっとこれは行き過ぎかなと。 えー、そういうふうに判断して、えーまあ、それを正解として選ぶというのが望ましいという解き方になりました <laughs> 問題57番は個人、えー、行政機関個人情報保護法から出題されていますですから今年の出題の、まあ、特徴としてはいわゆる個人情報保護法単独の問題が出ていないという特徴があります まあ問題55番が強いて言えば個人情報保護法に関連する問題ではあるわけですけれどもただ、問題57番はこれ、行政機関個人情報保護法ですからちょっとこれは例年とは傾向が若干違うということが言えるですから、個人情報保護法だけでなく行政機関個人情報保護法もこれもきちんとですね対策は立てておくべきであるということがこの問題からわかるということになります。 で問題58番以下が文章理解ですが先ほど申し上げたとおりこれらは比較的解きやすい問題が多かったということになります。総じてです、ね、これ一般知識は14問中最低6問取らないと足切りに引っかかるわけですからただ、今いくつかお伝えしましたけれども時事的なトピックあるいはそれに関連する基礎社会常識あるいは基礎知識ですねこういったものがあれば解けたという問題が多かった。 総じ、まあ、て今年の一般知識に関しては、えー、時事問題、時事に偏った問題が多かったなっていう、えー、そういう印象になります。<laughs> ということは時事対策がですね、まあ、十分できていなかった方は、えー、場合によってはですね、えー、ちょっと苦戦したという方もいらっしゃると思います。 で全体的に60%、6割以上ですね、これを取れば合格するわけですけれども、今年はちょっと例年に比べると、特に去年ですね、去年と比べると、やや難しかったのかなという印象はやはり否定できません。ただ、ま、だあのまですね その各予備校の正解例であるとか、あるいはその正解一覧ですね、こういったもので自己採点されている方もいらっしゃると思いますが、まあ、でも、その試験当日ですね、まあ、あの試験当日はさすがに皆さんもお疲れでしょうから、ここはもうゆっくりお休みいただいて、まあ、しばらく経ってからですね自己採点をしていただければと思います。<laughs> まあ、全体的な感想としては、以上述べたとおりということになりますが、えーまあ、とにかくですね。もう皆さんの、の、えー、今年のこの令和三年の試験、お受けになって、三、まあ、時間ですね、えー。非常に格闘されて、えー、お疲れのことと思います。えー、どうぞ、今日はっくり、えー、お休みください。はい、それでは、以上で、令和三年度の行政書試験の問題の公表を終了させていただきます。お疲れ様でした。